地のある町。イン。オズキ。オズキ航空基地がある山口県下関市は本州最西端に位置し、関門海峡に面する海峡都市です。宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘した巌流島や明治維新の志士を多く輩出した長州藩など歴史を賑わせた舞台として有名ですよね。オズキ航空基地は昭和15年の完成後から日本陸軍の飛行場として使われ、戦後は陸上自衛隊航空自衛隊の基地を経て昭和39年から海上自衛隊の基地となり、昔から航空機操縦士の養成場所として多くのパイロットを輩出してきました。現在は昭和40年に小月教育航空群が置かれて以来、海上自衛隊のすべてのパイロット戦術航空士の基礎教育部隊として必要な専門知識技能の教育を行っています。そんな歴史ある小月航空基地と下関の町の魅力を、私三等海曹藤尾美希と三等海曹橋本しおりがおすすめスポット満載でご紹介します。では早速私たちが厳選した小月航空基地の名物をご紹介したいと思います。はじめにご紹介するのは小月基地の名物施設。パイロットの第一歩をここから踏み出します。小月航空基地の名物施設、フライトシミュレーターがある操縦訓練講堂。操縦訓練講堂はその名の通り、航空学生が飛行操縦を学習する施設です。校内には飛行操縦のシミュレーションをする操縦訓練装置が3台あります。シミュレーターは実際のコックピット内の機器や外の景色はもちろん、操縦する操縦桿の力加減まで本物そっくりに再現されています。このシミュレーターで離陸から着陸までを一通り訓練できるんですね。また実機では模擬できないトラブルが起きた時の対処訓練などもできます。数多くの航空学生がこのシミュレーターで訓練して大空へと羽ばたいているんですね。続いてご紹介するのは小月航空基地が誇る名物装備。この航空機を運用しているのは世界でもここだけです。小月航空基地の名物装備、T5 型練習機。 T5 の T は練習機を意味するトレーナーの T。 T5 の5は日本で5番目に作られたという意味なんです。 T5 型練習機は主に海上自衛隊の操縦士となるための基礎的教育で使用されています。海上自衛隊の第一線部隊では P1 哨戒機、SH-60K 哨戒ヘリコプター、または US-2 救難飛行艇など様々な機種を運用していますが、それら航空機の機長になるパイロットはすべてこの T5 型練習機にまず搭乗し訓練を受けることになります。この航空機は当教育航空隊で使用することを目的に開発され、世界的に見てもここ小月基地でのみ運用されている貴重な航空機です。運動性能も優れているので教官が飛行技術を磨くため編隊でアクロバット飛行などを行ったりもするんですよ。航空自衛隊のブルーインパルスもいいけど T5 のアクロバットも見応えがあります。次はあれですかね。海上自衛隊には欠かせないグルメをご紹介します。小月航空基地の名物グルメ、福のカツカレー。下関ではフグのことを幸せの福にあやかって福とも呼ばれています。海上自衛隊といえば艦艇のオリジナルカレーが有名ですが、航空基地にも名物カレーがあります。
ここのカレーの特徴は何ですか？はい、鶏ガラを使った、スープで、煮込んでいます。玉ねぎとトマト、それを、ふんだんに使ってですね、煮込み、甘みと酸味の効いた、濃厚で、後味の良い仕上げに仕上げています。は白身魚ですので、フライにしても割とあっさりとしています。甘めのカレーなので服によく合いますね。続いては下関のおすすめスポットと絶品グルメをご紹介します。下関のおすすめの史跡はここ、維新の革命児高杉晋作が眠る東京湾です。四季折々の花木が楽しめる花の寺としても有名ですが、東京湾内にある東京記念館には高杉晋作の遺品が数多く展示されており、維新の息吹を今に感じることができます。続いては下関のおすすめグルメを一つ。下関といえばやっぱりこれ、河原そばです。河原そばは下関市発祥の郷土料理。その名の通り、熱した河原の上に茶そばと具を乗せた料理です。河原に接した部分がパリパリに焼けているので、いろいろな食感を楽しめて美味しいですよ。最後に下関の絶景ポイント。本州最西端の地、毘沙の花です。展望広場が整備され、気軽に立ち寄ることができるようになりました。水平線に沈んでいく太陽や日本海の夕暮れはとてもロマンチック。ぜひ一度本州で一番遅い夕暮れを見に来てください。歴史と自然が感じられる町、下関。小月航空基地は周辺地域の方々と様々な交流を行っています。未来の海上自衛隊を担う学生たちもこの町で学び、全国へ羽ばたいていきます。四方を海に囲まれた日本、この国を囲む広大な海が海上自衛隊航空部隊の活躍の場です。見学やイベント情報は随時ホームページに掲載しておりますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんのお越しをお待ちしております。